シャマでございます。FIFA いかがお過ごしでしょうか。パッチの影響あった人ない人、悲しい思いをされた方、嬉しい思いをされた方、いっぱいいらっしゃいますでしょうが、やっぱゲームでね、常に勝ち続けるっていうのは厳しいもんで、こういうパッチとかね、バランス調整うまくやっていかなあかんでっていうことなんですけども、どうなんでしょう、どなんかどうなんかとコメントボンバーしていきましょう。カツポンさん、今年からフット始めたんですが、課金してパックを引くにあたり、やはりいつもあるゴールドパックじゃない方がいいのでしょう。はい、あのね、多分 FIFA パックイベントとかでググったら出てくると思うんですけど、ブラックフライデーとかサイバーマンデーとか TOTY とか、その辺がね、いつ頃になるのかっていうので、まあ、その辺に引いたらいいと思います。ただ高いパックなんですよ。 FIFA のパックのシステムって、選手のなんていうの、いいパックと悪いパックの違いで、まず選手とだけの場合で、選手以外の消耗品が入っている場合で、選手だけのものでも数が違うんですよ。10人ぐらい入ってたりとか、何十人も入ってたりとかで、それで何が違うかっていうと、金額がまあ単純に違うんですけど、 FIFA は選手の被りがあるんですよ。グリーズマン持ってるのにグリーズマン引いたりとかもある。でそれを売ってコインにするんだけど、まあ、グリーズマンだったらね、お金になるからいいんだけど、あんまり知らない、売れないような選手がいっぱい来てもしょうがないじゃん。ただ、パックの中で被りはないよ。一つのパックに、グリーズマンが二人とか三人とか入ってることはないんで、で、その一個のパック、高い一個のでっかいパックを買って、いっぱい選手をいきなり同時に引いて、やった方がいい選手が来る確率が、高い、という仕組みなんですね。で、ブラックフライデーとかだったら2500円のアルティメットパックとかが来るんで、そこで引いた方がいいと思う。どうせ課金するなら。だから、どんぐらい違うんだろうな。ゴールドパック、普通のゴールドパックだとだいたい40分くらいかかるんですよ。1万円消費するのに。ただ、ブラックフライデーの2500円のやつは4回なんで、まあ2分とか3分くらいで終わっちゃうんだけど、それでもいいの来ます。ただ、しかしですね、それがもう世界共通で何万パックって決まってるんですよ。だから、その時間にちゃんと起きておいて、夜中なんだけど、起きといて、始まった瞬間に更新して、ページを更新してね、出てきたらもうすぐ連打して引かないといけない。そんぐらい競争率が高いパックなんで、まあ今引くお金があるんだったら、確か11月の第4金曜とかだったんで、まあちょっと確認してもらいたいんですけど、まあ取っといた方がいいと思います。1ヶ月以内には来るんでね。小玉さん、ソン・エリクソン・アリのトテナムスカットを作ってほしいですってことだね。はい、いつか作りたいと思います。嵐さん、カメラ設定教えてください。僕多分テレビ放送とかじゃないですかね。多分僕の画面をスマホで見て、自分のテレビ画面で自分の映像カメラワーク変えたら、多分ね、一緒のやつがあると思うんで、ぜひぜひやってみてください。多分テレビ放送かなんかだと思うんだ。ということで、試合開始やっていきたいと思います。ニーメグさん、よく上手い人がフリッキーの時蹴るふりして走らせるやつあるけど、あれどうすればいいかな。いや、俺もわかんないんだけど、なんかでも多分ヘルプとか見ればわかるんじゃないかな。俺そんなになんかあれがやりたいっていう感じがないんで、今んとこ、まあ、いつか勉強できたらいいなーと思ってるけど、今すぐちょっと調べるっていうのがないんで。めっちゃ怪我してますやん。確かね、 L2 とか R2 で増やした後にもう一回 L2 押しながら×とかでいけたんじゃないかな。なんかね、あったはず。ぜひね、ヘルプ見ればね、設定の画面でヘルプ見れば全部載ってると思うんで、パフォーマンスね、ゴールパフォーマンスのやり方とかも載ってるんで、そこでね、調べて、これはどんな動きするんだろうっていうのね、見ると。あとはまあ FIFA、まあ分かりやすいのがスマホで FIFA18 コマンド一覧みたいな感じで検索すると、誰かがね、ブログに載っけてたりとかするんですよ。でその画像を見ながら一個一個、あ、これこんな動きするんだ、これこんな動きするんだ、よし次はこれやってみようみたいな感じのが一番ね、やりやすいと思いますよ。ということで、タコタコさん、チャマ君の使ってる41212の方面見当たらないんですが、どのようにしたらいいんですか。いや、見当たるはずです。俺がじゃあ教えてあげよっか。いや、えらい遠くの海外の人がマッチングしてきたね。星2本3本っていうのは、無課金じゃない、無線の人とかしかないのかな。有線、海外です、なおかつ無線みたいな感じだったのかな、わからんけど。さあ、対戦相手を検索中でございます。どうなるんでございましょうかね。星子が来てくれたら、まあ、そんまスッと、いや、もうこの人しかおらんやな。
ちょっと今ね、この人しかやってないみたいな、FIFA をね、世界中で、2人きりです。もうちょっと待ってみましょう。もうちょっとしたら、あ、仕事からね、帰ってきて、FIFA でもやるか、つって、やり始める人もいるかもしれないんでね。そこは待っていきましょうと。来ましたね。来ました。マッチングパーバーでございます。褒めをね、見せますよと。ここですね。まあ、この画面で変えちゃダメだよ。もうここ行ってから、もう試合になったよ、みたいな。うわ、すげえ。モラタ、デルピー、ポグバ、ディバラ、とマッチュと、後ろはもうカッチカチのユベントス。ほとんどユベントスか、でも。てか、マッチーでユベントスに行ったのでかいね。ここで変えますと。はい。フォーメーションこうでしょ？フォーメーション変えて、一番上の3段の左でしょ？で、右に1個ずらして、1個。で、下に1、2、3。これです。右に1個、下に3個。これで出てきますんでね、ぜひチェックしてみてください。で、僕、サイドバックは上がらないようにしてます。守備あんま得意ではないんでね。マネ、サラ、エリクセン、グリーズマン。で、これ、時間がね、時間切れになっちゃったら戻っちゃうんで。カンテ、エリクセン、ポグバ。こうしようか。ポグバ。右だからこれでいいね。オッケー。右に1、下に3です。確認してみてください。4-1-2-1-2の格好2です。お願いいたします。ということで、もうウィークエンドリーグだと、こんぐらい、1人レジェンド入ってって、あと銀河とか、そんなん余裕でいますからね。こういう試合、もう負けちゃいけないよ。もうね、行かせません、行きません。もう中盤しか俺らいないから、人、中盤じゃない、中央しか人いないから、外ね、外ワイドに守れるね、人数はいませんから、行きませんと、で、この辺で、ポーン、はい、なんだよな。惜しいな。あ、風が上がった。この辺はね、行ってもいいよ。この辺はワイドに行ってもいいよ、みたいな。まあ、言うてね、ここら辺で、なんかこう、陣形崩されたところで、サイドバックまで、パーって行くことはないから。サイドに行っちゃったら、ツートップどっちか下げるよ、みたいな。惜しいな。これじゃないの。ここはもうね、中央だよね。この中央パーパーされるしかない。パーいいね。うわ、惜しい。ブーフォン、さすがだな。メルテンスでさ、エリクセンか。俺いつも間違えちゃうんだけど、エリクセンであの形作ったら、もうゴール決まったも同然みたいなとこあったけどね。あ、これうざい。これはうざいけど、もう生かしていいよ。生かして中向かせないみたいな。オッケー。展開早い。あ、やばいやばいやばい。展開早いから。これやられちゃう。ヘディングで頑張って、読まれていると。あ、これ、ボランチ下げたいな。オッケー、オーバー。もう一回外。あ、あぶねえ。ちょっと今、ちょっと、1ミリぐらい。1ミリ ?1 ミリじゃないな。何センチ、何メートルかずれてた。2歩分ぐらい。危ないとこでした。ニアに寄せていくよ、みたいな。オッケー、あぶねえ。あ、怖い。落ち着かせた。相手のね、時間だから。ちょっとまあ、落ち着けないと、お前ら。集中しろーっつって、よし、 OK。 この斜めのね、攻め方、斜めの攻め方うざいんでね。おっと、今ちょっとウイレの癖で三角押した後にバツでキャンセルしそうになっちゃった。そのバツがパスとして普通に入っちゃったね。これやっぱり難しいですね。そこはもうウイルとフィファ違うよと、頭に叩き込んでいかないと。
サイドバックがこうあそこ斜めにね気づいてくれるのいいよね。あーパスコースシュートコースができんのエリクソン、うわーあれが当たらんければな、超えてただろうに。ナイスナイス、ね、ミドル打ちたいね。あいや惜しい、マジか。今ポグバについてたやつがラインぶっ壊してたからさ、いけたかなと思ったけど。あキーパー反応するね。オッケーオッケー、いいよ。グリーズグリーズグリーズ、よしよしよし、相手もこう陣形整えてくる。うわ4ドルでーす、ナイスナイスナイス。こういうプレッシャーね、取られなくてもどんどんプレッシャーかけていくねみたいな。ナイス、あグッてなっちゃったね。触れないか、あ触れたけど先には触れない。はい、エリクソン、バックマネー、ムハメッド・サラ、あポグバがちょっといい形だったからいけるかな思ったけどいけませんでした。ナイス、グリスマン、あ引っ込んじゃった。いいよいいよ、これ自分の今俺らのペースかもしれないぞ。ここで1点取っときたい、前半 1-0 で相手もね。いやこれちょっと追いかける、追いかける状態にして後半からどうしようかなみたいな感じでちょっとメンタルにこさすみたいな、ね、ほら危ねえ。そうだデルピエロだから、デルピエロあんな自由にさせちゃダメだよね、もっと詰めた方が良かったわ。次からそうしましょう。僕もナイス、いいねいいねいいね。マハメッド・サーラ、はい走らせてもいいかも、バツやねーみたいな。あー惜しい、マキシア、モラタ、デルピエロ、アレクサンドラ、ここちょっとフェンスを行かせたいな。これキーパーナイス、まだ時間がある、よいしょ。サイド走らせてもいいんじゃん、ポグバ。そっか、ポグバがサイドいるとこのスピードがなくなっちゃうんだよね。よし、あっ取られちゃうかそれ、上だろ、オッケー。ダニー・ローズ、マネ、はい、マハメッド・サラ、いった、よし、ナイス。今のは事故だったけど、ちょっとポグバがね、ヒュー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 、いい感じで、素晴らしいですよ、このポグバさんは。まあ、ポグバをサイドに、サイド、セントラル、まあ、セントラルのサイドよりの人に置いた、采配が当たったのかもしれない。まあ、でも、ね、多分メルテンスとかサラーとか、ズバシュン決めてたんだろうね。よいしょ。もう一回いけるかな、あ無理か、よし。でもプラン通りでは前半 1-0 で相手にもうグヌヌと思わせるといいでしょう。いいね。ただちょっと相手が結構裏ケアをするんで、まあフラスル飛ばしたりだとかミドル打って前のめりにさせたいところですね。ちょっとね、結構バイタルあたりでコネコネしながら走り込みを待ってトリガーランで走らせたりしてるんですけど、相手がね、うまいことをディフェンスして裏をね、つかしてくれません。その時にはおっと、PK 来た、焦ってるのかな。よし、ここ決めたらかなりでかいよ、ここ決めたらかなりでかい。怒ってはないか、悲しい顔してるね、悲しい顔、そんなつもりなかったみたいな。まあでもグリーズは打つと思ったんだろうな、わかるで、その気持ち。勇者、俺は余裕があった。相手がね、相手的には今ちゃまずブレインで考えた導き出した答えとしては、こう相手はね、やっぱ 1-0 で負けていると。でこっちは、と
いや勝ってるから、まあ、別にこれ外してもいいよと。でも相手は決められたら絶対絶命みたいな、だから余裕持って真ん中にしたんだけど、相手もメンタル強者でした。あーこれ怖い、よっしゃーナイス、あちょんちょんちょん連打してたら、ほんとディビジョン最近重くて誰とで誰とやっても勝てするような、これやばいやつ、ナイス。ウィーケンは全然さ獲得してない、なんでディビジョン獲得するんだろう。ウィーケンのためにサーバーを強化した分ディビジョンの方を緩くしたみたいなことなのかな、よくわかりません。作るかな、OK、ナイス、クリアしよう。はい、あるある。OK、よし。これが今よかったね、これが。これでちょっとタイミング待ったのが。ボールキープしつつ、それは流れ待つよ、みたいなのがよかった。この後。これ。そうそう。ある気持ちいいから。あれやったらね、相手もね、なんでこの動きみたいな感じで、おっってなるから。そうからの、パーパーパー。よいしょ。ナイス、ローズいいね。危なかったな、今。あ、読まれてるな。危ない。あ、これぶち抜いちゃおうか、カンテ。そう。サディオ・マネ。あ、それダメだ。一発グリーズマンに行っちゃったか。はい。最近多分ね、ディビジョンと、なんか FIFA もウイレもそうだけど、ゲーム自体のサーバーがどうこうってより、PSN が重そうだよね。ゼロで行きたいね。ゼロで。で、これ勝ってるから、韓国兵器の出番はなしかな。あ、でもメルテンスとソーンの使ってみたいですって言ってたね。作ってみるか、トッテナムコンビ使ってみよう。メルテンスとアリをこっちにして、でこうしよう、でサラーをカンテにして、あ、じゃあソンにして、こうマネ、まあ、ちょっとポジションはね違う可能性ありますが、エリクセントップ下だよね、多分ね。アグエロ。これ、グリーズマンと。まあ、いいか。これ、変えるとこないね。まあ、なんかあれば、マネのところを誰か、グリーズマンか、あ、グリーズマンじゃない、アザールか、アグエロに変えるとこ。トッテナム、スカット、ボンバーしていきましょう。トッテナムはいいチームだからな、ほんと。しかし、ユナイテッド勝ちましたね。相当、なんか、ラッキーっていうか、まあ、マルシャルのワンチャンで、こう、決めきっちゃって。ケイクがいたら、パーだったろう。ケインいてこそスパーズみたいなとこあるしね。僕の中でスパーズっていうのは、ね、NBA のサンアントニオスパーズなんだよな。いいね、この斜めのライン切るよみたいな、難しい。 OK、 あ、パスをしちゃった。ナイスナイスナイス。あ、惜しい、絞るよっつって。ポグバよいしょ。あ、いいんじゃん。うわ、グリーズ来た。あ、惜しい。あ、惜しいね、今。でもあのパスの精度は下がってるはずだからね。うさいとけど。どうしよう。あ、やばい。うわ、いいパス、いいパスじゃない、いいシュート。ちょっと寄せきれなかったですね、あれね。誰だろう、この人。モラタかな。モラタやっぱあそこでグリーンさせてしまうのはいけない。モラタめっちゃ怒ってたね、この間ね。レアルに行って後悔したみたいな。ユベントスで頑張った俺をあいつらなんか子供扱いしたみたいな感じで。そんなのあんまり言ってない。
アリ、あアリの決定力なんだよね。うるさいなマジで、携帯のくせに。エリクセン、いいねいいね。あ、PK、 めっちゃ PK くれるやん、めっちゃ PK くれるやん、この人。これで決めたらもう勝ち確でしょ、相手の心も折れますよ。ソン・フンミン、ソン・フェンミン行くか。やっぱこいつねマジで勝負強さがある。ウィー、あーおえぇーうぅぅ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 ソン・フンミンやばい、マジで。こいつ何点取ってんだろ、俺んチームで。PK、この時間の PK はもう悩ますな。3-1 the scoreline as we start the game。サミ・カディーラ。Good forward play from them。どうだろう？風負けんでみたいな。危ないね。そこケアしててよかった。もう一人走ってこられたら地獄だったからね。はい。はい、エリクセン、はい、その踏み、いいとこいるんだよな、マジで。ピタルの借り取り能力高し。よし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 、あーこれやばいよ、めっちゃ、これはそれでいくわ。おお、勝負してくるね。あれ次どこだったんだろう。あれもしサイドなくて、まあ、シュート打たなかったら次何を狙ってたんだろうね。デレアリ、デレアリ蹴らなきゃいけない。ポグバイナッキーも、よし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 、縦切って縦切って、サドラド、おっとナイパだな今の。今でも足元で受けられて、マッチーディかな、奥いたんで、下げられてもきつかったけど、まだデレアリ、いつもポグがあの辺にいるから、蹴っちゃうわ、癖で。いいね、デレアリ、あ、いい、ソン、ナイパすぎ。わあ、それか、そう、あ、ね、今ヒールじゃ、ヒールじゃない、また。また抜いたからさ、気持ちよくザーンってあれ打ったら、チーン、超気持ちいいって感じだったけど、相手も、あ、もうこれはもう勝てんわーってなったの、うん、まあでも、決め下がったところですね。2点差ぐらいで点ついたらさ、ちょっともう気持ちいいシュート打ちたいなみたいになっちゃうよね。あそこもね、僕今までサイドバックで言ってたんですけど、もう逆にもうセンターバックを出して、四角で出して、そのセンターバックが本来守るべきとこ、アスピリクエタが本来守るべきところにサイドバックを、サイドバックだったかな、カバーに行くっていう形にしました。やばいね、まだある時間何分、あのロスタイムか、もう時間使っていけばいい。この中とペップの5連理論。あ、ちょっとゲージがた、ゲージをためないかんねやろうな。もう一回ぐらいありそうだね。あ、オッケー、終わった。イエーイ、イエーイ、勝ったよ。いいね、やっぱまだもう大丈夫そうだね、パッチの影響。うん、ということで、チーホンさん、中国の方かな、中国ではチーホン、あの本みたいな、 NG みたいな、んぐみたいな発音多いよね、中国人。ホングコング、ホングコング、香港じゃない、ホングコングだからね。ということで、今のところ通算成績が45勝13引き分け2負けということで、タイトル8でいい感じでございますね。まあ、このままね、ディビ1タイトルまで全タイトルを取って失踪していきたいと思います。いつもご利用ありがとうございます。さよならちゃまでございます。パー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。